毛はなるべく短く切っておこう。皆さん、こんにちは。癒しんがけいこです。私、先日、粉瘤の手術を受けてまいりました。痛かったのか、どこで手術を受けたのか、粉瘤の手術を考えておられる方、参考になれば幸いです。聞いてくれます？私の粉瘤ができた場所。場所がね、ここ、あ、見えない。ここに2箇所もできていたそうです。実は粉瘤できるのがこれで3回目でした。1回目2回目切る切らないってなった時に小さくなったんですね、しこりが。でまあいいかってなってたんですけど、またまた大きいものができたもので、これはいよいよと思いまして病院に行きました。その病院というのがですね、粉瘤を専門にしていらっしゃるクリニックに今回行ってまいりました。新宿の歌舞伎町にあります古林形成外科粉瘤クリニック東京新宿院というところに行ってまいりました。それがね、行ったらイケメンの先生だったんですよ。何があれってさ、場所じゃん。後から知ったんですけど、王子とこの先生呼ばれているみたいで、粉瘤手術の中では有名な先生でいらっしゃいました。さあ、なぜここにできたかと言いますと、私、多発性硬化症という病気で、右半身に感覚異常というのがあります。その上にムズムズとかしびれとか疼痛とか、まあ、ちょっと痛いとか、いろいろまあそういう症状が襲ってくるんですね。ここの大事な部分もね、そういうのが襲ってくるんですよ。どうしてもここにね、手がね、いっちゃうの。そう、診察台に上がりました。なんせ微妙なとこなんですよ。微妙なとこというのがですね、この大事な部分と足の付け根との間なんですね。できたとこというのが、まあ、いわゆる毛がある部分なんですけども、まあ、診察台に上がります、じゃあ見せてくださいってなった時に、こうですよね。自分で隠しながら、先生失礼しますって言いながら、まあ見てもらったわけです。そして手術中は、手術の時は看護婦さんがいいように隠してくれました。そして抜歯1週間後にありました。抜歯も同じ状態でございます。先生失礼しますって言って、ここで自分でこう隠して、先生が抜歯をされるという感じでございました。本当にね、もうイケメンの先生だったからさ、びっくりしちゃったよね、本当にね。はい、手術をするのであれば専門の方がいいなと思いました。でネットで調べて、粉瘤を割と専門に扱っておられるということで、こちらを選びました。今はコロナ禍で予約制でございます。で最初行った時もほぼ待ち時間もなし、終わった後に、あ、じゃあ今日手術して帰りますみたいな、そんな感じでして、後ろに予定がありましたので、その日は先生ちょっと無理なんですっていうことで、日にちを改めて取らせていただきました。手術の当日でございます。手術自体はもうね、ものの5分ぐらいです。めちゃくちゃ早かった。本当に家に滞在してた時間ももう45分ぐらい、それぐらいでした。めちゃくちゃ早いです。手術は痛いかどうかですけれども、麻酔が痛かったです。それだけかな、麻酔だけ。でも麻酔もまあ、痛いっていう、まあそんな感じですかね。あとはもう全然痛くないです。で切って縫った部分ありますので、もしかしたら麻酔が切れた頃に痛くなるかなと思いまして、その痛み止めっていうのももらってきましたが、ほぼ痛みもなくて、痛み止めの薬を飲むことも
なかったです。お風呂にも入れました。当日お風呂にも入れましたけれども、湯船は1週間控えてくださいねと言われました。温泉も NG でございます。1週間その抜歯まではシャワーは OK ということで、シャワーをしていました。で、1週間後に抜歯ということで抜歯に行ってまいりましたが、抜歯も痛いのかなどうかなと、ちょっと抜歯初めてだったので痛いのかなと思っていたんですけれども、全然痛くないです。女性だったら経験終わりかもしれないんですけど、このムダ毛、ちょっと例えがこんなんでで申し訳ないんですけど、ムダ毛を抜く時のあの痛いやつ、ピッて抜く感じぐらいです。ちょっと例えがちょっと何が何で申し訳ありませんけれども、ほぼ痛くなかったです。抜歯もめちゃくちゃ早かったです。もう病院の滞在時間自体ももう15分もいなかったかもしれないです。とにかくあっという間に手術終わりまして、流れの速さにちょっとね驚きました。古林形成外科粉瘤クリニックの、古林先生に手術していただいたんですけれども、すごく良かったなと思っています。で、こちらの先生の YouTube にもその粉瘤の手術の動画をいっぱい出されています。ぜひご覧になっていただけたらと思います。で、粉瘤がなぜできるかとか、そういう動画も上げていらっしゃいますので、ご覧いただければと思います。で、私たまたまここに粉瘤がこのね、この陰部ってなんかあれだね、そう陰部にできたので、なかなかこんなとこできる人いないですよねって先生に申しましたら、いや割と多いですっていうご回答でした。菌がね溜まりやすいところにできやすいんですって。で、このだから陰部に粉瘤ができる人っていうのも少なくないっておっしゃっていました。ということで、あっという間の手術で受けてよかったなと私は思いました。そうね。それから病理検査に、手術後はですね、そのしこりみたいなのができているんですけど、病理検査に出してくださいます。それが悪いものかどうかという病理検査にも出してくださいます。私の場合も大丈夫でした。抜歯の時にそれも教えてくださいました。粉瘤の動画上げてらっしゃる方いるかもしれないんですけど、この陰部ね、この大切なお股のところにできた場合、私の経験からお伝えできることはですね、毛はなるべく短く切っておこう。ここを縫った後に絆創膏みたいなものを貼るんですよ。ガーゼですね。ガーゼでその上からテープで留めるっていう作業をするんですね。それを毎日貼り替えてくださいって言われます。陰部だから、脱毛とかされてない方、まあ私はしてないんですけれども、ここがツルツルでない限りは毛があるじゃないですか。で、この剥がす時に毛があると痛いんです。なので粉瘤の手術受けられる方、なるべくこの毛はですね、短く切られていた方がいいかもしれないですが、その辺もちょっと粉瘤があるところを触らない方がいいですって言われるかもしれないので、診察に行かれた時にちょっとご相談してみてください。はい、ということで粉瘤手術について経験お伝えしてみました。古林先生、お世話になりましてありがとうございました。あまりの手術の速さに驚いております。その後も痛みも全然なくて快調です。ありがとうございました。そしてご視聴くださいました皆様、ありがとうございました。参考になれば幸いです。